はい、今日はですね、令和5年ね、11月29日ね、19時13分、まだどこでございます。いやー、29日、もう完全通常営業、もうどこの店もあかんね。ダメだ、これ。まあ、今日はね、ちょっと梅田の方まで足を伸ばしてね、電車待って行ってきたんですけどね。ちょっと用事もあったしね。危なかったー。もう何代目 ?2代目かな ?3 代目かな、もう二代目に打ったら途中で爆発したよね。ビッグ4連ぐらいし。うわ、やられた、思ったけど、そいつもすぐ逃げたな。あ、もう設定入ってねえわ。よくて3みたいな。4もちょっと足れへんみたいな。ダメだ。まあ、結果はね、外市6000円で回収1万500円でね。外市8000円。外市8000円ね。6000円でペカったけど飲まれて、7000円でペカって飲まれて、8000円でペカって、じじして最後、3年でピュッとしてね。もう稲葉やめしてきたけど、まあ回収が1万500円ことでね、プラス2500円ね、11勝7敗でございますね。2万8500円ああ明日取り返せれるかな。これ明日ゼロの日やな。まあそこしかないよ。ゼロの日はそこしかないな。もうピチピチのお姉ちゃんがおるあの系列店しかないな。どっち行こうかな。セミの江公園行こうかな。寺田町行こうかな。西中は絶対行けへん。まあ、そんな感じでね。明日これ頑張って取り返します。ありがとうございました。いや、じゃあ裏簡単だわ。